今から財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに岸真紀子君、山田太郎君及び三浦康史君が委員を辞任され、その補欠として勝見健二君、宮沢洋一君及び藤瀬健三君が選任されました。また去る4月28日1名欠員となっておりました本委員会の委員として宮口春子君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選任に先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に藤瀬健三君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり内閣官房内閣審議官井上はじめ君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に日本銀行総裁黒田晴彦君、同理事内田真一君、同理事山田康弘君及び同理事加藤武史君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第54条第1項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。日本銀行から説明を聴取いたします。黒田